2発目ですね、はい。今動画撮ってたらですね、あのメールが来まして、動画メールが来て2発目です、はい。これですね、まあいろいろと、まあ、久保さんに宛てたメッセージの部分を僕に、まあ、共有していただいてるとは思うんですけど、まあ、僕がね、噛みつく部分はもうここですね、情報商材に関してのモノモースですね。要は、まあ、動画の中で情報商材ってどうなのみたいな、あれってビジネスなのみたいなキーワードが入ってたんで、これちょっと物申したいんですけど、じゃあ本は買いますかって話です。今まで本買ってきましたと、一冊も本買ってないですかみたいな。いや本も情報商材ですからね。本の紙代にお金払ってますかって話で、本なんで買うんですかって、そこの本に書かれてる情報、活字の情報を買ってますよね。紙代に払ってる人っていないと思うんですよ。だからそもそも、じゃあ何、いやなんかそういうのじゃないんですってなれば、じゃあ自分で電子書籍出せばいいじゃないですかって話なんですよ。いやいや、なんかそういうのじゃないんです、なんかちょっと違うイメージが違うんです。じゃあ自分で電子書籍を出して販売することは OK なんですかっていう、それが紙媒体なのかデジタル書籍なのかの違いじゃないですか。今ね、個人でも電子書籍出せるんですよ、本を。で、まあ電子書籍で稼ぐっていうやり方もあります、はい。実はね、久保さんが一番最初僕がプロデュースした商品を買ってもらったやつがこの、今ちょっと仕様変更しちゃったんですけども、当時その、アプリですね、アプリで、その電子書籍が出せるみたいな、うん、アプリでブックカテゴリーがあって、そこに本だアプリという形の本ですよね、それを出して稼ぎましょうってやつを、まあ、商品として出してたんですけど、それを久保さん買ってくれたんですよ。で今度その仕様変更があって、で iBooks ストアっていうのが出てきて、まあ、ちょっと仕様変更があって、まあ、そこでいろいろあったんですけど、今 Kindle っていうのがいっぱいすげえ出てきたんですね。でその当時その梅田さんっていう人を僕はプロデュースしてて、梅田さんのまあそのノウハウを販売してました。でそれ久保さん買ってくれたんですけど、そっからなんですね。で今その梅田さんっていう人は、Kindle の書籍出版ですね。で、まあ、印税なんですけど、それで今300ぐらいあるって言ってました。300です。電子書籍の印税、まあKindle の、読み放題プランっていうのがあって、それで読み放題プランに加入してる人がその読んでくれると、その1ページめくると 0.5 円印税がもらえるんですよ、うん。でそれで300万ぐらいいってます今。だそれもそのうちなんかそのセミナーやるとかノウハウ出すかとかなんか話をしてるんですけど、300万ですよそれで、はい。だからまあなんだろうな、自分で販売する、まあその電子書籍を売る、もしくはその無料プランに入ってる人は、読み放題プランに入ってる人は、まあ販売ではないけどその印税が入ってくると、まあいろんなモデルがあります。じゃあ電子書籍でいいんじゃないみたいな。でしかもただだし、別にその電子書籍を出すのに費用かかんのかっていうとかかんないですよ。だから YouTube の動画アップロードするのか Kindle に書籍出すのかっていう、ただそれだけですね。じゃあその電子書籍は情報商材ではないのか、いやそれは吉田さん書籍です。だからその情報商材と電子書籍、本の違いって逆に何ですかっていう、ね、情報を売る、うん、情報商材ですよね。じゃあその本と情報商材の違いって何ですかって話じゃないですか。でね、でこの情報商材が何なんだろうっていうふうによく言われるのが、要は情報商材やだろとか情報商材なんか詐欺みたいな、これなんでかっていうと、情報商材で売られてるものがお金儲けが多いんですよ、単純に。しかもそれが感情に刺激的なコピーが溢れてるんでうさんくさいんですよ。だけどみんな欲しいんですよ、だってお金に困ってるわけじゃないですか。ね、単純に。であとはそこに対して詐欺師がいっぱい多いってことです、情報商材は。でね、これは僕の塾でも教えてるんですけど、要はどういうセットでやるかなんですよ、まあ、どういうマインドセットで自分がね、その詐欺みたいなことをやってお金儲けをしようと思ってるんだったら、それはビジネスにならないですよ。だからそれは詐欺ですよね、ただの。自分はビジネスとしてやってるんだっていうことでやればビジネスになるんですよ。
だから自分がどういう心構えでやるかです。心構えです。わかります？自分が情報商材って詐欺だな、うさんくさいなっていう心構えであれば それぐらいのレベルですよ。じゃあね、この情報商材うさんくさいって言われてる中、僕は売り続けてきてます。じゃあリピート率 50% 以上出してます。今ずっとこの2年、僕がビジネスずっとできる理由はリピート率 50% 以上キープしてるからです。じゃあリピート率 50% 以上キープしてるリアルビジネスって あります？結構難しいですよ、リアルでも。なかなか時には僕ね、まあ、商品によってなんですけど 70%80% 出ますよリピート。それはなんでかっていうと、ビジネスとしてやってるからですよ。ビジネスとしてやってなかったらそのリピートは出ないですよ。ビジネスとして僕が捉えてやってるからそのリピートが出るんですよ。これがマーケティング手法とかね、売り方がうまいだけではそのリピートにはならないですよ。だからじゃあ売り方うまい、うまい、売り方うまいでも内容カスカスです、じゃあリピートなりますかって話じゃないですか。めちゃめちゃ売り方うまいですよ。じゃあその売り方がうまいです、その手法テクニックだけで売ってるんだったら、これはね新規のお客さんをめちゃくちゃ獲得しないといけないですよ。だから新規のお客さんを獲得して売り方がうまい、売る、逃げる、また新規のお客さんを大量に獲得して売る、逃げる、これを繰り返さないといけないですよ。だから僕の YouTube の再生回数ってどれぐらいですかと。で新規ほぼないんですよ。だからこれはねちょっとビジネス的に微妙な部分もあるんですけど、新規の流動がほとんどあんまないんですね。うん、それでもなぜできるのかっていうと、それはリピートがあるからです。じゃあなぜリピートがあるのかって、ビジネスとしてやってるからです。他人からはああだこうだ言われますけど、じゃあお前がリピート率 50% 以上のビジネスモデルを確立しろよって話ですよね。やってみろと。じゃあリアルビジネスでリピート率 50%、 じゃあ店舗、飲食店をやりました、じゃあ飲食店でリピート率 50% 以上キープ続けられますかと。続けられないからリアル店舗は3年で潰れていくんですよね。フランチャイズもそうですよね。もう店舗、あれ店舗変わってるぞみたいな話じゃないですか。でリピートが 50% 以上であるならば、その新規があまり流動なくてもずっと売上安定するんで、そんな潰れることないですよね。もちろんそのリアルビジネスの場合は原価がありますから一概には言えないですけど、情報ビジネスの場合は原価ないですから、原価なくてリピート率 50% で潰れることはないですよね。うん、そうで、あとはその僕が販売してるのは映像コンテンツです。だから情報商材というよりかコンテンツビジネスって僕は言ってます。コンテンツビジネス、だからセミナーやります、そのセミナー映像をデジタルコンテンツ化して、まあ、動画として見れる、ウェブ学習ですよね、できるようにするっていう。だからこれは情報商材なのかって言われると分かんないですけど、まあだからコンテンツビジネスですよね。うん、だから要はこの久保さんとのやり取りのが今無料で公開してますけど、これじゃあ有料でも価値ありますよねってなったら、お金払いません？じゃあ久保さんとのやり取りがもう、じゃあ100話までは無料です、じゃあ100話以降は有料です、1話500円払ってくださいってなったら払う人いると思いますよ。じゃあ100円でもいいですよ。100話までは無料公開ですね。じゃあ今度このやり取りを見たいんだったら100円払ってください、多分払う人いるでしょう。これがコンテンツビジネスですよ。うん、でじゃあ100円の利益が出ましたね、この YouTube を使って、あらり 100% じゃないですか、そもそもね。だって限定公開にして、じゃあその限定公開の動画を送りますよっていう、別に費用かかんないですよね。うん、だからまあそのコンテンツビジネス、情報ビジネスっていうのは僕は最強だと思ってますし、これからも多くの人にお伝えしたいですし、その周りからその見られてることに、影響されちゃってるのかな、要は結局心構えなんで、そんなのは自分がうさんくさいと思ってビジネスやったらうさんくさくなるんで、僕はもう正々堂々でやってますし、だからそこですね。だからその情報商材の概念を、まあ別にね無理にやらなくてもいいんですよ、無理にやらなくてもいいんですけど、僕はもうこれがおすすめです。なぜならばあらり 100% で在庫もかからない、こんなビジネスはねないっすよ。申し訳ないです。久保さんも即価塾やってますけど、じゃあ久保さんが提供してるやつも何、ジンドゥの無料のサイトの中に YouTube の動画、限定動画を入れてるだけじゃないですか。コンテンツビジネスですよ。あれで何十万って売れるわけじゃないですか。あらり 100% ですよ。久
久保さんが速稼塾やります、じゃあ何をまず提供するのか、ポータルサイトがあります、でもそのポータルサイトの、ランニング費用ゼロです、儲かりますよねどう考えても。うん、だからまあコンテンツ、デジタルコンテンツビジネスって言った方がまあ分かりやすいのかなと思いますけどね。うん、昔はやっぱそのなんだな、コンテンツっていうのが昔はね、この情報商材っていうキーワードが出たのが相当昔なんですよ。でその当時は PDF しかなかったんですよ、 PDF しか。でも今はさまざまなデジタルコンテンツを僕たちは扱えるようになったんですよ。特に動画コンテンツですよね。昔はその十何年前から情報商材ってありましたけど、そのね、ありましたけど、昔はその動画を扱うコンテンツってあんまできなかったんですよ。でも今はその動画を扱うコンテンツももう自由自在にできるので、もはや情報商材じゃなく、情報商材とか PDF で売るとかじゃなくて、もうコンテンツ販売ですよね。うん、であとはまあその書籍とかも昔はできなかったけど、今は個人が電子書籍を出して本を出版して、で、それで印税をもらえるっていうこともできるようになったわけですよ。うん、だからその枠が広がったか、昔に比べると枠が広がったんだけども、その見てる人たちの枠は広がってない、情報商材はうさんくさいっていう枠はそのままだけど、やれることはたくさん今増えてるよっていう話で。うん、だからどこを定義して情報商材なのかなっていう、僕はいつも思いますね。うん、ただその情報商材っていうキーワードが世の中にあるので、ただそれを使ってるだけですけど、まあコンテンツビジネスですよ。うん、情報商材っていうのはその中身のコンテンツを売ってるわけですから。うん、そうで、もう本当にもう情報商材はなぜうさんくさいのかっていうと、詐欺師が多い、キャッチコピーが古代、あとはなんだ、詐欺師が多いって感じですかね。うん、だからうさんくさいと思われてるだけですね。だから例えば無料でいい、無料で、これもね、塾生さんとか他の一般のお客さんからもよく言われるんですけど、無料でいいってあるじゃないですか。無料でいいっていうキーワードもあったんで、そこをあの吸い上げますけど、じゃあ本屋さんに行って初めて分かる Windows の使い方とか、初めて分かる Word とか、今から初心者が始める Excel の使い方って1000円とかで売られてません？無料でいいじゃんって言います？出版会社に殴り込んで、詐欺師じゃねえかと、これネットで全部無料で出てるのになんで有料で1000円出してんだ、詐欺師って言います？でもそれは一般に認知されてるんですよ、本っていうにするとおかしくてなんでそれはいいのっていう。だからその自己アフリエイトの方法を売ることはなぜダメなのって話なんですよ。わかります？ Excel とか初めてやる Windows とか10とかね、毎回出てきますけど、それネットに全部無料で落ちてますよ。でも有料で買う人がいるわけですよ。自己アフリエイトもそうです。自己アフリエイトのやり方を教えるっていう、じゃあそれを、デジタルコンテンツ化するのか、まあその PDF にするのか、動画でレクチャーするのか、ただそれだけなんですけど、それをセミナーでやるのかね、まあ、いろんな形の加工の仕方はありますけど、それでお金もらっても全然いいわけですよ。それがもしダメだったら世の中の本全部消せよって話じゃないですか。でも買う人がいるんです。だから買う人に届ければいいんですよ。買わない人に売らなくていいんですよ。だこれもインターネットのいいところで、買いたいっていう人を集客して売ればいいんですよ。ね、リサイクルショップもそうですよ。リサイクルショップなんかもう面白くていらないんですよ。ゴミを売ってんですよ。その人がいらないと思ったゴミをね、あのリサイクルショップが買い取ってきれいにしてまた売って、買いたいっていう人に売ってるんですよ。でもこの人はゴミなんです。いらないんです、ゴミなんです。でもリサイクルショップ屋ではあの売られて、買いたい人が買ってるんです。ゴミをきれいにして売ってるんです。買いたい人に届けてるんです。わかります？ゴミですよ。だからこれは僕の情報商材完全バイブルにも書いてあります、後書きで。まあ、あの情報商材完全バイブルっていう本なんですけど、後書きで情報商材はゴミだって書いてあります、後書きでだからそこの概念ですね、そこの概念がしっかりと理解できないと、まあビジネスとしてはできないかなっていう。だってゴミ売ってんすよ、リサイクルショップ。だからゴミ買い取ってね、人がいらないっていうゴミを買い取って売ってんすよ、値札つけて。どうすか、詐欺じゃないですか買いたい人がいるんですよ、世の中には。じゃあその買いたい人に、じゃあリサイクルショップは何やってるのかっていうと、綺麗に磨いて、綺麗に磨いて、で直すとこあったら直して、で物にして、であのしっかりとお客さんにあの売るわけですよ。じゃあそれをね、それをビジネスとしてやってないんだったら、分かりやすく言うならば、お客さんからあの買い取るじゃないですか。で汚いまま、汚いままですよ、はいみたいな、
これめっちゃいいよみたいな、あ汚いですけど中身いいっすよみたいな、壊れてるけどみたいな、わかります、壊れてて汚いけどこれめっちゃいいよみたいな売るみたいな、それは詐欺ですよね。どういう風にリサイクルショップさんはやってるのか、めちゃめちゃ磨いて直すとこ直して綺麗にしてでやるじゃないですか。中古屋さんもそうですよ、中古の自動車屋さんも安く買い取って綺麗にめっちゃ綺麗に磨いて付加価値つけてめっちゃ綺麗ですみたいにして売ってるんですよ。だからそのなんかね、これからビジネスをやっていくんだったら、そういうその世の中のどういう風にビジネスが成り立ってるのかっていうところをやっぱ気づかないといけないですし、勉強しないといけないですよね。僕も、ビジネスをやる前まではそういう視点で物事を見てなかったですけども、ビジネスやるようになって、あのいろいろな世の中に流れてる流通されてるものっていうのはそうなってるんだなっていう、例えばその飲食店もそうなんですけど、料亭のご飯とかなんで高いかっていうと、付加価値をつけてるんですよ。一個一個の材料を安く仕入れる、まあ安くね仕入れるわけじゃないですかね。だから原価割れしちゃいますよね。例えば一個一個の材料がここで出す金額より高かったら、もう原価割れしてもう利益全然取れないじゃないですか。つまりここで出す金額、例えば1000円の商品を料亭で食品を出すとするならば、ここの原価っていうのはこれより安いですよね。だけどここなんで1000円のものを出すのかっていうと、付加価値をつけてるわけですよ。ただお皿だったりとか綺麗な盛り付けだったりとか、あとそこに調味料とかいろいろ加えて美味しくしてるっていう付加価値をつけてるわけですよね。でそこで1000円で売ってるわけですよ。わかります。でもこれより安いものを仕入れてるんですよ。てかそうしないと、まあビジネスとして成り立たないじゃないですか。いやこれを提供するのに原価こっちなんか仕入れねえ高いみたいな、もう無理ですよね、やっていけないですよね商売が。だからその今から僕ね、喫茶店行くんですけど、喫茶店にかファミレスですね、ファミレスのドリンクバーも原価5円とかですよ一杯でね。でドリンクバーとか200円とか取ってるわけですよ、300円とか。どうすか原価めっちゃ、実はファミレスってドリンクバーが一番結構利益率いいんですよ、ドリンクバーが。そりゃそうですよね、一杯なんか 0.5 円とかのやつを300円とかで売るわけですから、まあセットだとちょっと安くなりますけど。でしかもねドリンクバーでね、例えばアクエリアスとかポカリスエットとか、まあ、その 1.5 リットルのコーラとか、スーパー行ったら 1.5 リットルのコーラがですよ、 1.5 リットルのコーラがスーパーの値で148円とか198円で売ってるわけじゃないですか。 1.5 リットルのコーラが198円とかで売られてるわけですよ。でそれで利益取ってるんですよ。相当安いわけですよね。じゃあドリンクバー行って 1.5 リットル飲みますかっていう、飲まないですよね。じゃあドリンクバーはどういう付加価値つけてるのかっていうと、いろんな種類が飲めますよっていう付加価値をつけてるわけですよ。わかります？いろんな種類が飲めますよっていう付加価値をつけて、そこで価格を上げてるわけですよ。とかね、なんかいろいろそういうなんかビジネス的に見るとなんかね、学ぶところっていうのはたくさんありますし、ビジネスをこれからやる、お金を稼いでいくんだったら、そういう視点で見ないとちょっと稼ぐことは難しいですよね。消費者から提供側にならないといけないんで、提供するっていうことはその提供してる人たちがどう提供してるのかっていうのを勉強しないといけないですよ。わかりますか？でお話を聞いてると申し訳ないですけど、今の状態では申し訳ないですが稼げないですよ。ちょっとこれ厳しい言葉かもしれないですけど、今回送られてきた動画見る限りで、まあ稼げる確率 0% ですね。申し訳ないですけど、今のそのマインド考え方で取り組んで、稼げる確率 0% です。あれで今のあの動画の考え方でやって稼げるなんてね、到底ないですよ。それはご自身でも分かってるかもしれないですけど、それ変えないと無理ですよ本当に。ちょっと厳しい言葉ですけれども、まあだって事実なんで、あれで稼げたら苦労しないですよ。あのマインドで、あのマインドセットで稼げたら苦労してないです。みんな稼げますよ。だからもっと本当にお金が必要でお金稼ぎたいんだったら、もっと考え方をちょっとアップデートしていかないと無理ですし、考え方のアップデート、それに伴う行動のアップデートですよね。そこをしないと無理です。はい。まああとはね、なんだろうね、甘えがやっぱいっぱいありますよね。やっぱその退職金のことだったりとか、例のやつとか、なんかいろいろ甘えがあるんじゃないかなと思いますね。
結局どっかで退職金あるし、なんとかなるんじゃないかなっていう、稼がないといけないけどなんとかなるんじゃないかなっていう、ここのなんとかなるっていうのが甘いかなっていう、だからまあ行動もね、結局稼ぎたいんだったら今日どれぐらいやったのかしかないんですよ。稼ぎたいんだったら今日どれぐらいやったんですかっていう、それしかないですよ。その積み重ねなんで、稼ぎたいんだったら今日という一日をどれぐらいこなしたんですか、その積み重ねでしかないのに、なんだそれをもうやってないじゃないですか。まあそのセルフバックのことも自分で言ってましたけど、それじゃ無理ですよ。今日という日をどれぐらい積み上げてきたのかっていう、それ以外ないですから。はい、ということで、まあ情報商材に関しては僕のこの意見ですよね。まあ本も出してますから、まあ別に無理にやんなくてもいいんですけど、ただ僕はお伝えできるのはこのビジネス以外、最強のものはないよっていうのはもうずっと言い続けます。逆に情報ビジネスですよね、コンテンツビジネス、情報商材ビジネス、これ以上の利益率を出せて、なんかなんだ稼げるものって他にあるんですかっていう、もしあるんだったら聞きたいですね。あるんだったら教えて、僕が教えてほしいです。これ以上稼げるものがあるんだったら、普通のビジネス見てきたらありえないんで、だからそれをね、なんか分かってないですよみんな。そう、うさんくさいっていう表面的な部分っていうか、それは自分がうさんくさくしてるだけであって、自分がビジネスとしてやればビジネスになるんで、それは自分の心構えですよ本当に。はい、ということでこれで終わりたいと思います。頑張っていきましょう。では。